どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はシーズン3間近、トライストリンガーは環境に抗えるのか、パート2となります。前回のパート1からさらに情報が出ていましたので、トライストリンガー視点で分析をしていきたいと思います。またアプデ情報も公開されていましたので、気になる部分を押さえれればと思います。弓の強化はちょっと残念でしたね。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回の新シーズンの目玉といえば新マップですよね。新しく追加されるのはナンプラー遺跡とマンタマリア号です。まずナンプラー遺跡ですが、縦長でゴンズイ地区のようなマップに近い構造のように見えます。ただ違いとしては、ところどころにバルーンと高台があるので、後衛が動きやすいマップのように見えますね。ただ金網やインクレールがところどころにあるので、引き際とかはかなり難しいマップになりそうな感じがします。弓視点で見てみると、バルーンの位置などが多く、壁裏に敵がいることが多そうなので、局射が有効そうですね。マンタマリア号に関してはスプラ2から継続という感じですかね。マップ自体もあまり変化がないような気がします。続投といえばザトウマーケットもありましたが、マップの変化がない代わりに通路が広くなっているのが目立ちます。その他の変化もなさそうなので、押し込まれるとすごい厄介なマップっていうのは変わらずになりそうですね。弓視点で見てみると、壁裏が多く中央が取れれば見晴らしがいいマップなのは変わらないので、抑え込みができれば楽しいマップになるんじゃないかなと思います。続いては前回紹介しきれてなかった武器の紹介です。新武器の追加はありませんでしたが、残り武器を見ていきたいと思います。一つ目はシャープマーカーネオ、9番ボムとトリプルトルネードになります。ほぼ寿司コラですね。見た瞬間、シャープマのメイン性能とボムスペの威力を見て、またかよと思いました。9番ボムは威力も高いですし、設置できるのでルールによってはかなり重宝するんですよね。ヤグラめちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思ってます。弓としての対策は早めの処理で、シャープマと変わらないと思いますので、しっかりさばいていきましょう。2つ目はジェットスイーパーカスタムです。ポイズンミストとアメフラッシュですね。邪魔特化になった武器です。ポイズンとアメフラッシュで後衛の邪魔ができますし、メインの射程も相まって対面すると逃げにくい武器かと思います。射程内に入ると逃げ道を抑えられる可能性もありますので、近づけないように対策をしたいところです。3つ目は必戦ヒュー、炭酸ボムとエナジースタンドです。完全に前に突っ込む構成ですね。一戦の強みといえる潜伏からのキルがスペシャルの影響でしづらいように感じます。ただ炭酸ボムで敵の邪魔をしながら自身の強化をして突っ込むという作戦ができるので、ご利用されそうな構成ではあるんですよね。とにかく炭酸ボムが厄介なので、ポイズンボムなどを投げてインク消費で邪魔をしたいところです。4つ目はボールドマーカーネオですね。ジャンプビーコンとメガホンレーザー 5.1 ちゃんです。正直これはいろんな意味で震えました。というのも、前作ボールド使っていたということもあって、この組み合わせはマジで難しいなというのがあります。というか辛いです。でビーコンはまだ使えますが、射程を考えた時にメガホンとの相性が難しいんですよね。もちろん攪乱するっていうことができますが、メイン性能を考えると邪魔と味方の支援に偏るというところがあります。前に出づらいなと正直思いますね。まあ、対策としてはビーコンの設置への警戒です。機動力はある武器ですので、とにかく相手の復帰効率を下げるというところを気をつけていきたいところですね。はい、ということでシーズン3の武器追加はこれで全てとなります。パート1で紹介した武器の方が何かと厄介な気がしますね。まあその組み合わせかと思うのもありましたが、環境は変わらなそうな気がします。ただトライストリンガーのように射程で勝負する武器がちょっと増えたので、ミラーマッチに影響は出そうかなと思います。今回はアップデの内容も多いので、トライストリンガーに影響がありそうなところを抜粋して見ていきたいと思います。1つ目は新スペシャルについてです。新しいスペシャルが追加ですね。ただどちらとも攻撃の影響があるようですね。帝王以下に関しては変身前後でダメージはあるようですが、変身完了後は
ダメージなしとなります。倒すならサメライドのように発動前後が狙い目になりそうですね。デコイ自体は攻撃を受けると壊れるという仕様は変わらないようですね。マーカーも表示されるので事前の置き打ちや破壊を狙って無効化できそうです。スペシャルの脅威としてはデコイチラッシュが増えそうですので対物はつけたままになりそうな気がします。2つ目はスペシャル性能変更についてです。まずスペシャル A のギア影響がちょっと変わりましたね。スペシャル性能アップの効果アップという感じです。ただマックス積んだ時の最大値が上がるわけではないので注意が必要ですね。上がり幅が変わるっていう感じです。またこれに合わせてスペシャルポイントが190から180に変更になりました。スペシャルに関する性能が変わったという感じですね。スペゾーをつけている方も多いと思いますのでギア選びが変わると思います。スペゾーのサブギアを3つ積んでいた人は1枠くらい減らしても以前と変わらなそうなのでギアの変更ができそうです。ただサブギア1個の枠が空いても積むものかどうなのかなっていうところもありますので意外とギアの変更する人は少ないのかなと思ってます。3つ目はマップの構造変更です。ほとんどのステージとルールで適用されるようですが、遠距離引き対策のようですね。確かに遠距離引きが攻撃しやすい環境ではあったので、どのように変更がかかるのかは、まあ楽しみっちゃ楽しみですね。まあ、予想としては遠距離引きの影響力を下げるということなので、遮蔽物の位置変更や侵入経路の追加などがあるかもと思ってます。前衛武器などが動きやすい環境になり得るのでトラストからすると以前よりも積極的に敵を倒す必要がありそうですね。ただリッターが動きづらくなるようであればそれはそれで対策ができるものなので楽しみな部分というところもあります。トライストリンガー自体への影響としてはこんな感じでした。カニタンクに対しての対策が多かったですね。また一方的にならないような調整を運営は意図したようですが環境的に武器のバランスは変わらないような気がしますね。まあ、トライストリンガーとしてはメインの精度を上げつつ頑張るしかないなと思っています。はい、ということで今回ここまでとなります。シーズン3間近、トライストリンガーは環境に抗えるのか、パート2はいかがでしたでしょうか。そろそろアップデも近いので楽しみが多くなってきましたね。マップの追加に武器の追加など楽しみです。公式の発言で次回の更新データは3月末から4月前半をめどにバランス調整を中心として配信する予定とありますので1ヶ月くらいでマップに慣れたり環境に慣れる必要はありそうです。とりあえず弓を使い続けて連動を上げたいというところですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。